楽旅京都新聞 TV 今日の話、楽中楽外楽を旅する楽旅若村亮です。今日のお話は先祭りについてお届けします。祇園祭りには先祭り、後祭りと大きく2度祭りのハイライトがやってきます。これは17日の夜に神様が出てこられる神幸祭と24日に観光祭が行われることから、2度山鉾巡行が行われ、その17日の巡行を先祭り、24日の巡行を後祭りと称しています。先祭りには23基の山鉾が登場します。7月の10日あたりからは大きな鉾から組み立てが始まり、京都の街中を歩いておりますと、四条河原町、四条烏丸を中心とした鉾町の中で大きな山鉾が立ち上がってきます。そして12日13日あたりは引き染めという、組み立てられた大きな鉾を試しに引いてみる試し引きも行われ、そしていよいよ14、15、16の3日間を宵山と称し、特に15日、16日は夜、歩行者天国になって、提灯に明かりが灯り、多くの皆様が夜、四条烏丸界隈をそぞろ歩きするということなんです。いよいよ7月17日には山鉾巡行が行われ、薙刀鉾を先頭に23種類の山鉾が四条通りから河原町通り、お池通りと巡行していきます。特に先頭を行く薙刀鉾には神様のお使いの落ち子さんが乗り込み、四条府屋町交差点に張られたしめ縄を刀で切ることによって祭りの始まり、巡行の始まりの合図を知らせます。また四条河原町や河原町お池では大きな歩行山が方向を転換する辻回しも行われまして、車輪の下に竹を敷き水をまいてダイナミックに交差点を曲がっていく、その姿に多くの人々が酔いしれていくわけなんです。こうして先祭りの7月17日山鉾巡行が行われまして、動く美術館とも称される絢爛豪華な山や鉾が京都の都路を練り歩くことになりますので、ぜひ皆様今年は山鉾を建てる山鉾建てから宵山山鉾巡行と先祭りを余すところなく楽しんでいただきたいと思います。今日のお話は祇園祭り、先祭りについてお届けしました。